皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していきます。このチャンネルは、今まで遊んだゲームの中で個人的に面白いと思った作品を、簡単に紹介するチャンネルです。3000円以下のゲーム限定で選んでおります。今後も様々なゲームを紹介していきますのでチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、今回のゲームは、ペインスクリークキリングスです。このゲームを簡単に紹介すると、一人称視点の探偵ゲームといった感じです。この後おすすめポイントの紹介していきますが、その前に開発元のことを少しだけ。AQスタジオさんはアメリカ人と日本人3人による CG アニメーション等を手掛ける会社でした。アメリカネバダ州にあり、開発7人になって自社初 Windows 版ゲームが、このペインスクリークキリングスなのである。次回作が2021年に予定しているらしく、体験版もあり、この作品も同じような推理ゲームとなっている感じですね。もしこのペインスクリークをやってみて面白いなと感じたら、やってみてはいかがでしょうか。さて、ペインスクリークのお値段ですが、1980円となっております。ボリューム的にはうまくいけば15時間ぐらいでクリアできそうといった感じ。それでは簡単にこのゲームのおすすめポイントや、どんなゲームなのか紹介していきたいと思います。まずはこのゲーム開発元からの注意事項。自ら推理考察してください。何か見つけたら写真撮っていつでも見られるようにしましょうとのこと。まあバグはあるかもだから、そん時はリロードしてねとのこと。このゲームの目的はペインスクリークという街で、ビビアン・ロバーツさんが殺害されました。犯人は見つかっておりません。その真犯人、動機、凶器を見つけ出すというのが目的となっています。主人公はジャーナリスト、この街は現在ゴーストタウンになっていて住人は誰もいません。当時のままの状態になってるのかは定かではありませんが、こういった役立ちそうな情報があちこちに散らばっております。そういった場合はこうやって写真に残して後で見れるようにしときましょう。写真は何枚でも撮れますので、気になる内容があればとりあえず写真に収めておくといいです。と言いながら、私はカメラ機能をほとんど使いませんでした。なぜかというと、カメラじゃ追いつかないからです。私の攻略途中のメモです。気になったところはここに殴り書きしてました。そしてこれは、海外のユーザーが攻略した時のメモらしいです。こちらも別の方が攻略した時のメモ。なぜみんなこうやってメモを取っていくのか。これは個人的にはおすすめポイントになるんですが、次は何しろなどのジャーナルがないんです。すべて自力で解決しなければいけない。迷った時なんかはどうすればいいかヒントなども全くなし。迷わないためにメモやカメラを撮るということになります。だからこそ謎を解いた時の快感はすごく良いものなんですけどね。これからこの街でいろいろ情報を得ることができます。その情報をもとに、真犯人、凶器、動機を当てないといけません。この街の登場人物、相関図、年齢、住所。これらをメモしていくのが良いでしょう。このように、誰かの日記や手紙、留守番電話などに情報が隠されています。正直、進まなくてイライラすることもありました。暗証番号がわからなかったり、鍵が見つからなかったり。でも次の日冷静になって考えたらすぐにわかったり、ちゃんと進むようにできており難易度もそこまで高くないのかと思っております。このペインスクリークで何が起こったのか誰がどうして殺人を起こしてしまったのか。ぜひ推理しやがってください。じっちゃんの名にかけて解決してくださいね。このゲームは謎を解いていくとわかるストーリーが面白さの肝になっていますので、ほどほどに紹介して終わりたいと思います。まずは、殺害されたビビアン・ロバーツさんは前市長の妻。自宅前で死体で発見。ということで、まずは市長の家に行ってみましょう。市長の家をいろいろ見て回っていたら、使用人の日記を発見。ここで出てくる、デリック、ワンダ、バーナード。これらは誰なんだろう？そして殺害されたビビアン・ロバーツ氏との関係は？まずは、登場人物の名前は全部書き出していこう。そして住所も絶対メモっておいた方がいいぞ。場所は変わってここはペインスクリーク病院。大きな町と違って小さなコミュニティなので、病院でも同じ名前を見つけることができます。例えばセキュリティどうなってんねんって思うかもしれませんが、処方箋カルテを見つけることができました。これでワンダさんの住所がわかりました。こういった情報をつなぎ合わせて紐解いていくわけです。先ほどの病院の院長であるヘンリー・ジュンソン先生。10日から15日ぐらい死体で水の中にいたという。そして、このヘンリー・ジュンソン先生、殺害されたビビアン・ロバーツ家の主治医らしいです。何やらきな臭くなってきましたねー。ただ、ヘンリーさんが亡くなった時まだビビアン氏は殺害されておりません。もしかしたら、ビビアン・ロバーツさん、ヘンリーさんの死について何か知っていたとか？今のところは謎が謎を呼ぶ感じです。
一応この事件の容疑者はいたそうですが、証拠不十分だったのでしょうか？逮捕までは至ってないようですね。スコット・ブルックス氏、ビビアンとどんな関係だったのでしょうか？はい、こちら、ビビアン家使用人日記に書かれておりました。トリシャとスコットが仲が良いと、病院での入居者履歴を見てみると、トリシャ R となっていますね。きっとトリシャ・ロバーツだと思います。ということは、ビビアン・ロバーツの娘さんなのかな？そうなると容疑者スコットは、殺害されたビビアン・ロバーツさんの娘さんトリシャ・ロバーツの彼氏、また派友人ということになりますね。なぜそんな人が容疑者に嫌われていたのか？とあくまで個人的感想。こういった感想もメモに残しておくともっとこのゲームを楽しめると思います。そしてスコット氏は神父さんの容姿と新聞に書いておりました。ということでやってまいりました。教会。ここにスコット氏がいたわず、容疑者になっているわけですから何か情報があるのかも？これはスコット氏の日記。マシュー神父大好きってのとやはりここの容姿っていうのがわかりました。そしてスコット氏いじめられていたそうですね。そしてそれをトリシャがいつも助けてくれていたみたい。トリシャとの仲はすごく良さそう。そんなトリシャの母である、ビビアンを殺害するのであろうか？とまあ、こんな感じで推理していきます。道中カットしてますがこの教会に入るにはある情報を得て鍵を探して開けないと入れません。建物には基本鍵がかかっていて、推理したり、情報をうまくつなぎ合わせて鍵を探して見つけます。それが結構大変でして、見落とすと厄介なことになりますので、丁寧に一個一個クリアしていくことをおすすめします。さあ、ここペインスクリークで何があったのか気になってきませんか？気になった方ぜひご自身で推理し、この謎を解いてみてください。そして謎を解いた時の快感をぜひ味わってみてください。ハマること間違いなしですぞ。ということで、今回は少し短いですがこの辺にしたいと思います。あ、攻略動画とかサイトとか見るとあっという間に終わってしまうんで、一周目はできれば自力で頑張ってくださいね。それでは次回の安価で面白いゲームでまたお会いしましょう。さようならー。